こんにちは、整体肉骨斎藤です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの後に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、実は昨日、仕事納めになりまして、私の計算があってればこの動画はですね、12月29日に放送されていると思うんですけども、昨日、12月28日で、仕事納めになりまして、まあ今年の営業が終わりました。今年も長らく、ご愛顧いただきありがとうございました。はい、ということで、来年もよろしくお願いしますということでですね、来年はさらにですね、まあ、この動画なんかもパワーアップさせたいなということで、まあ、今日12月29日からちょっと、まあ、1、2日かけて私はちょっと来年どうしていくかということをちょっと計画を立てていくということをしています。で、まあ、その一環としても動画ですね、動画もちょっとより、まあ、音質ですね、音質、まあ、マイクを使ったりいろんなマイクを試したりとか、あとこの動画を撮るこのカメラですね、これもいろいろなものをいいものを探していたりとかしまして、まあ、今回ですね、ちょっと来年からですけど、来年から新しくこうカメラを変えようと思ってまして、まあ、こういうカメラになります。まあ、カメラって言っても、まあ、スマートフォンなんですけども、まあ、気軽にと言いますか、まあ、パッと思った時にパッと撮れるようにってことで、今スマートフォンで撮影をしてまして、まあ、カメラで撮るという方法もあるんですけども、やっぱカメラだとちょっと、この、設置するのにすごい大変なんですね。カメラを設置して、ほんでマイクも設置してってやってると、ちょっと時間がかかって、まあ、撮るまでにちょっと、この今撮るぞみたいな、これを伝えたいなっていうものを撮ろうと思った時にですね、すぐ撮れないので、ちょっとこの熱量がですね、ちょっと落ちてしまうなというところがあって、まあパッと設置してパッと撮れるということで、こうちょっと今こういうスマートフォンで撮ってるんですけども、今これで撮ってるのもスマートフォンで、ちょっと来年からこの新しいので撮ろうと思ってまして、これはちょっとカメラがこんな感じですごいのになってましてですね、これがこのカメラで、このスマートフォンを選んだというカメラだけで選びました。で、このカメラがですね、これすごいんですけども、普通はですね、何がすごいかっていうとですね、私だけちょっと興奮してますけども、こっちの、外側向いたこのカメラで、まあ普通はこうパシャパシャ撮るんですけども、私の場合自分を撮るので、こっちの内側のインカメっていう、こっちの内側にあるカメラで、撮るわけなんですね。で、その時にこの内側のこっち側のカメラって、通常は、ちょっと画質が、ちょっと弱いタイプになってるんですけども、これはですね、これ見といてくださいね。すごいですよ、これ。こんなになるんですよ。かっこよくないですか、これ。かっこいいですよ。で、これをピッと押すとですね、この、外側のこのカメラがこっち内側向くんですね。なので、高画質で、撮れるはずだと。まあ、一回も撮ってないのでわかんないですけども、一斉撮って、ちょっと放送してみてわかんないですけど、きっとこう、綺麗に撮れるはずだと。で、マイクもなんか、こっち向きのマイクになったりとか、全体を録音するマイクになったりとか、ちょっといくつかパターンがあるみたいで、その、マイクもいろいろ試したんですけども、なんか、このカメラのスタンドと、あと横にマイクのスタンドと置いてると、結構体操、エクササイズするときにこっち向けたりこっち向けたりとかいろいろするんで、そのカメラとマイクいろいろ動かさなきゃいけなくて結構大変だったので、このマイク機能が良ければ、このままいけるなというところで、それもありですね、このなんか、こんな動くのにしてみましたので、ちょっと来年のちょっと、少し経ってからになると思うんですけども、ちょっと楽しみにしていてください。ということで、私の場合このスマートフォンはそのカメラだけで選んで、まあ、仕事でしか使ってないので、そういう感じです。はい、ということで、仕事納めでしたということでした。まあ、あとまあ3日、じゃあと2日かありますので、動画も配信していきますので、楽しみにしていてください。ちょっと年末になりましてね、いろいろ大変だと、まあ、いろんなことで、ね、整理したりとか準備したりとかあると思いますので、まあ体も気をつけながら過ごしてみてください。ということで、本日も動画を見ていただきありがとうございました。